正義の味方の金太郎ですね。はい。桃太郎です。桃太郎、はい、金太郎と桃太郎、そうです、はい、多分そのままです。そうそう、もうそのままです。おとぎ話に出てくるそのまま、はい、みんなで踊るところ。この前ちょっと稽古拝見して、なんかすごい踊りですね。そうなんかマイケル・ジャクソンのバットを踊ってましたけれども、あんな感じで、ああいう、あれにもすごい、きっとすごい、まだ合ってない衣装をね、衣装を着て、大変ですか稽古は。楽しい、楽しい、大変です。まあ大変だけど楽しいというところですかね。まあでも思ってたよりは、はい、もっと根付いてたらいないなって思いますね。もっと根付くってますね。例えばその稽古場でやっててみしても、うん、やっぱり同じ人ばっかりがもう来ちゃってるんで、うん、はい、そのやってる立場としたらもっといろいろ来てほしい。そうですね、千川のなんかこういう店の人とか、あ、お店の人とかにポスター貼ってる店の人とかにも、稽古の段階からこんなやってるんだよっていうのを、やってるんだよっていうのを知ってくれたら、もうちょっと店でも告知してくれるかなと思うんです。そうですか、そうですね、うん、一緒にもっとやる感がね、うん、あったらいいのに、すいませんが、そのボランティア、アンサンブルメンバーだけではなく、本当に地域の人とそうやりたいっていう。そうそう、あ、絶対そしたらね、オリジナルがもっとできるよね。うん、千川の味がね、もっと出て、うん、なるほどね。ちえちゃん、どうですか最初、まあ、3回目でしょ、こうその3回を経てどうですかね、変わったりとか前進したり後退したりとか。今回はすごくね、あのもうプロの役者の方から、あのでも皆さんほとんどみんな舞台経験とかある方たちばっかりだけど、はい、年齢の幅が本当に、あ、そうですよね、うん、若い方から上の方まであって、でみんなそれが仲いいって言ったらなんかちょっとあれですけど、みんななんかこう和気あいあいと、うん、ね、これすごい上の方の理解とか雰囲気とかもすごいし、うん、でこのね、年下とかいうのそういうのはあんまない感じですよね。じゃあすごく稽古場の雰囲気はもうバッチリっていう感じですか。ね、なんかね、いいですか。なんかいいですか。なんか毎回そういうのはあるけど、また色が違って、今回はもう本当に、もうなんか今回いつものアンサンブル公演と、またちょっと違う感じですね。なんかもっといろんな人が来たみたいな感じなんですけど。なるほどね。言葉苦手です。なんかあの集まった人たちの個性がすごいっていう話をもうずっとインタビューしててちょくちょく聞くんですけれども、面白そうですよね。そしたらなんか参加してるだけでも面白い。毎日おかしい。あ、本当ですか。いや、普通に見に来ても楽しいだろうし、楽しいなっていうふうにも見れるだろうし、なんかこう、まあ、見てからのお楽しみなんで、もう見に来てほしいですね。うん、とにかく見に来いと。そう、あのもうどの年代の人もなんか、うん、あーってなる、うん、すいません、もう本当日本語があれなんですけど、うん、でもね、いろんな方が見に来れる作品だと思う、うんうん、年齢的な幅は広そうですよね。広いと思います、ね、面白いと、うん、くなるように頑張ります、お母さんとかとぜひ。そうですね、お母さん、お父さん、兄弟、お友達を誘って、お母さんとか大事にしなさいってことを言いたいです。あ、なるほど、お母さんを大事にしなさい。そうです。それはこの芝居にもちょっと関係したあれですか。まあ、人間の絆っていう面では関係してると、大事ですね。それが一番大事かな、うん、じゃあ、また千川劇場の今度三連発目コンサートというので、あの私の浜松集団たまごというグループが音楽家の方とコラボレーションして、今年生誕200周年のショパンの物語を上演しますので、ぜひ見に来てください。
そういうのやるんですか。そう三町で。そう、あの、そうなん、去年あのシュベルトやらせてもらって、今年はショパンイヤーなんで、ぜひ。ショパン、はい、ありがとうございます。大久保さんは5月に生き埋めっていう変な名前の劇団の舞台に東京大阪でやるんで、もしよかったら来てください。ありがとうございます。はい、夢って本当なんか生き埋めって最初に言うと、え、何その名前って言われますよ ね、 なんか由来があるんでしょうか。あれ一応なんか生きながら彼岸を見るっていう。そうですね、前川さんが。そうですね、前川さん。そうなんですか。本当にいい劇団ですよね。いい劇団、素晴らしい芝居をやってますよね。そう言わなきゃね、あのちぃりちゃんが出演した卵プリンの空想席が第1回演劇コンクール調布調布大学で行われた第1回演劇コンクールでオーディエンス賞を取りました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。 そうですね、その関係であれですよね、来年度また千川劇場でやるはずですよね。同じ今回の振り付け担当してくれてる鈴木拓郎さんの、はい、あ、そうですよね、サイガープリンっていうグループと私の卵グループがこうコラボレーションして、はい、卵プリンという形でやらせていただいてるんで、ぜひよろしくお願いします。楽しみにしてますので、でも、はい、じゃあどうも今日もありがとう。せっかく休憩中のところ申し訳ありませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね。